西之島の噴火落ち着く。昨日、海上保安庁が西之島を観測した結果を公表しました。現状は写真のように噴火はある程度落ち着いており、白い噴煙が出ていることが確認されておりますが、溶岩や噴石などは確認されておりません。この西之島全体を 火山灰が覆っているようでございますが、国土地理院の観測によれば、面積はほとんど変わっておりませんけども、この西之島の中央の火山の部分、まあ、こちらが高くですね、成長している模様です。この西之島、今後、活発な噴火をですね、 再開する可能性も専門家から指摘されておりますので、海上保安庁や国土地理院には、今後も継続的に観測を行っていただき、また、適地・海図にも反映していただき、この西之島の存在によって、日本の領海と排他的経済水域が広がっておりますので、 噴火が落ち着いた場合は、西の島の海岸線をしっかりと保全していただくように、日本政府にはお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。